エディンバラ旧市街にそびえ立つエディンバラ城。エディンバラ城は、スコットランドエディンバラにある城。キャッスルロックという岩山の上に立つ古代からの要塞で、エディンバラのシンボルである。スコットランドでは、グラス号のケルビングローブ美術館、博物館に次いで、多くの観光客が訪れている。人間の定住は、紀元前9世紀前後からと言われている。 城内で最も古い12世紀初期の建築物である、セント・マーガレット境界道を除くと、城の建築物のいくつかは16世紀以前のものである。多くの城がそうであるように、エディンバラの要塞は軍事活動の中心地だった。エディンバラ城は未だにセレモニー用として中流部隊のいる数少ない城である。かつては、ロイヤルスコッツ連隊や、 ロイヤル・スコッツ・ドラグーン・ガーズ連隊の本部があった。1915年に陸軍が、レッドフォード兵舎へ移ったとはいえ、城と陸軍のつながりは深い。朝6時から9時まで城の城門に保障が立ち、スコットランド王の法官の警護に当たっている。現在、城の管理と運営のほとんどを行うのは、スコットランド政府の外局である、ヒストリック・スコットランドである。 デイビッド・タワーは1376年にデイビッド2世により建設外認された。当時の主流の建築であり、城の主要な入り口であったが、後等が宿泊する客人や貴族のため拡張され、原型の入り口はゲストハウスに塗り込められた。カトリックを信仰した女王メアリー1世は1567年にプロテスタントのボスウェル博。 ジェームズ・ヘップバーンと結婚し、これに反対する貴族たちの大規模な反乱を引き起こした。反乱軍側に投降したメアリーは、ロッホリー分場へ監禁された。メアリーに忠誠を尽くす一部の貴族の助けを借り、彼女は城から逃亡し、イングランドへ亡命した。エディンバラ城主護だったウィリアム・カーク・カルディは一年余り以上に立てこもった。 ヨーオ・ジェームズ六世の殺傷も頓とジェームズ・ラグラスは、エリザベス一世より支援を受け、砲撃と銃撃でデイビッズ・タワーを崩壊させた。城の陥落後、ウィリアム・カークル・ D は、公主刑にされ、ハーフムーンバッテリーを含む多くが再建された。ハーフムーンバッテリーは、古いデイビッズ・タワーの後に建設された砲台である。この壮大な防衛の設備は、 今日も城の東側を占める。かつてディビッズタワーの客室であった部分は、冬の間だけ軍事用ハトの小屋にされたりしていた、クラウンスクエアは、城の頂上の砦である。スクエアの北側に、国立戦争記念館、東側にロイヤルパレス、南側に、グレートホール、西側に、クイーンアンムネがある15世紀から、かつて王族の居室のあった部分である。 メアリー1世が、着子ジェームズ6世を生んだ産室、またはメアリールームも含む。グレートホールは1511年、ジェームズ4世の命令で建てられた。スコットランド議会のミーティング会場として使われた。現在時折儀礼的行事に用いられる。スコットランド王家の宝冠や宝石類が展示されている。宝冠は1540年に作られ、 スコットランド産の鐘、94個の真珠、10個のダイヤモンド、33個の奇跡と半奇跡でできている。スコットランド王が代々体感してきた運命の石と呼ばれるスクーンの石も展示されている。この石は長くウェストミンスター寺院で保管され、イングランド、イギリスの代々の王が体感に用いてきたが、1996年に、 スコットランドへ返還された。セント・マーガレット教会堂は、エディンバラ、また、城内の中で最も古い建物である。12世紀に建設が始められた。デイビッド一世が、1 9 9 3年に、エディンバラ城で亡くなった母マーガレットに捧げ、王家の使用礼拝堂として建てた。ロバート一世は、バノックバーンの戦いに敗れ、 イングランド軍に捕らえられるのを避けるため、配下の司令官初代マリハクに命じて城を破壊させた。しかし彼は行いを、クイ教会堂の改修を依頼した。最大25人程度しか入らない教会堂だが、結婚式や洗礼式といった宗教行事に多く使用されている。モンスメグ15世紀、北側に向けロットンもの巨大な大砲が設置されていた。 150キロの砲丸が使われ、メアリー一世とフランス王大使フランス王アとの結婚を祝い,い1558年に打ち上げられた。ミリタリータトゥー8月に行われるスコットランド中流部隊のパレードでバグパイプとドラムを演奏し更新する。外国からパフォーマーを招待することもあり、2006年にはウガンダの孤児たちのコーラス隊が、2017年には日本から 陸上自衛隊中央音楽隊が参加した。パレードのクライマックスは、バグパイプによる、ピルブロッホの独演である。ワンオクロックガンワンオクロックガンとは、日曜を除く毎日ほぼ13時きっかりに、エディンバラ城に設置された、ガン、大砲で行われる空砲である。一時ちょっと前に、兵士が登場し儀式めいたやり方で空砲を一発、撃つ。 その時刻になると観光客が見物に集まる。かつては、合計18ポンドの前奏式大砲を使用してきたが、1953年には、当時のイギリス軍主力野戦砲であった25ポンド野砲に更新され、現在は新たに、イギリス軍の主力野戦砲となった L118-105mm 榴弾砲が、その役目を担っている。デジタル大事戦の解説。 コトバンク、2018年3月11日閲覧、ありがとうございます。